初期のミニテル端末。キーボードはアザーティー配列となっているミニテルはフランスの電信電話総局が提供していたビデオテックス用テレテル端末の名称。ビデオテックスシステムとしては世界唯一の成功例である。こういった浸透実績に加えフランスにおいてフランス語以外の言語に対する拒絶反応が根強いこともあって、同国でインターネットが ミニテルに代わって普及し始めたのは2000年頃と他国に比べて遅れた。1979年末にサービスが開始された。通信方式は V23 モデムで受信 1200BPS、送信 75BPS、両側も在庫を組み合わせる CEPT 方式であった。1984年に DGT 局長ジェラールテリ発案で 電話番号案内の無人化のため、電話番号検索端末として、モノクロの文字情報のみ、表示可能なものが、紙の電話帳を廃止する代わりに、無料で、各家庭に配布された。また、多機能の機種が、月決めのレンタル、または、買い取りで、利用可能であった。同時に、サービス提供者の情報料金を、電話会社が、 通信料金と合わせて利用者から徴収する、キオスク料金システムが開始され、列車、航空機、ホテルなどの予約システムオンラインショッピング、生活情報、チャットなど様々なサービスが提供されるようになり、家庭の情報端末として定着した。また、聴覚障害者、言語障害者の通信手段として利用するためのサービスも提供された。しかし、 出会い系サイトや歪説画像などの成人向けのものも一定の割合を占めることとなった。1996年にはカードリーダー付きの高級機種によるクレジットカード決済サービスが開始された。1996年5月にはフランステレコムがインターネットサービスプロバイダを開始。1997年2月11日にはミニテルに電子メールサービスを追加した。 1997年8月には、フランス首相のリオネル・ジョスパンがミニテルを発展的にインターネットへ統合し、廃止すると表明した。2000年末には、アイ・ミナテルと呼ばれるパーソナルコンピュータからインターネット経由で、ミニテルのサービスに高速接続できるソフトウェアが発売された。2012年6月30日、ミニテルのサービスが終了した。ありがとうございます。